次の話題に参ります。先ほど冒頭に申し上げましたように、まあ、お二人、もう2年半ぐらいの、関係になると思いますけれどもね、改めましてブロードキャピタルパートナーズのこのコーチング、折口会長からのコーチングを受けて、はい、最もこう影響を受けたなというのを改めて確認したいと思います。でも皆さん本当に経営者として、進むと、もう毎日ね、悩みとか考えることの連発ですけど、いやもう皆さんぜひ、まあ、ブロードキャピタルさんも、ね、手が回らないかもしれないですけど、ぜひね、紹介したいんで、紹介したいなというか、受けていただきたいなと思いますよね。ありがとうございます。惚れますんで、そこがポイントですよね。ありがとうございます。楽しみです。やはりそういった理念やね、フィロソフィーね、スピリッツ、大事な部分、たくさん影響を受けていただいていると思うんですけど、とはいっても業績の部分もね、いかがでしょうか。まあ、よく経済界でね、手でこう表現すると、これからの景気はどうですかみたいな感じありますけど、今回のこう我々のコーチングを受けていただきまして、どんな感じで手で表すと、成長の方はどんな風な感じでしょうかね。カメラもそこですかね。コーチングを受ける前の、例えば3年間がこうだとすると、受けました。こういう感じですね。おっと、それ内側に行っちゃった。盛り上がる感じです。内側に行っちゃった。冗談じゃないんですよね、実際。冗談じゃない。小野さんもね、皆さんも、もう、そして僕らが言ったことに対して、それをきっちり受け止めて、それを実行に移してるじゃないですか。そうですね。だから成果出るんですよね。だからこれはまあ、聞いても、やっぱそれをちゃんとこうの、なんかこう、噛み砕いてもらって、よっしゃるぞってならないと出ないんで、やっぱり皆さんの実行力ですね。腑に落ちるんですよ、やっぱり。なんか多分心が、そういうこと言ってほしかったじゃないですけど、なんか、仕事がうまくいく方法っていくつかあるんでしょうけど、魂が乗る内容というか、多分、まあ、さっきのお話ですけど、男としてそれは挑みたいみたいなことを多分おっしゃっていただけるんで、腑に落ちるんでやりますと結果が出ます。でそれを毎月繰り返していくと、自分たちでその判断ができるようになるっていう、最高の、それが最高のコーチングですよね。ありがとうございます。いつまでも聞いてなきゃいけないという状態じゃなくて、自分でその考えを植え付けるっていうのは、やっぱり天才だなと思いますよね。すごいです。で、もう本当にお話盛り上がって尽きないんですけれども、まもなく最後の方の質問に参ってまいります。どの域であります、豆腐の移動販売、これの、まあ、折口会長から見てのこれからの成長性といいましょうかね、このビジネスの可能性についてお答えいただきたいと思います。これからが本当の大発展のビジネスだと思ってます。もうこの継続した小野さんをはじめ皆さんの努力によることは一番なんですけど、まあその頑張ってるとまたいい追い風も吹くもんで、この今世の中に起きていることですねによって、まあステイホームであったり、生活様式が結構変わってきたりした。でその中で改めて身近にある温かい触れ合いとか、そこで健康なものを食べれるとか、そこで欲しいなと思ったちょっといいものが手に入るということの需要っていうのはますます見ていくと思うんですよ。だからまあきっかけはあったんですけども、そのきっかけのための準備をされてきた、そこに今回のステイホームのような、きっかけがあって、これから大飛躍していけるなと。でもうなんていうんですかね、生活様式はなんていうか、この後もこの流れで行くと思ってるんですよね。わざわざ遠くのところに何か買いに行くっていうよりも、まあ、身近でいろいろします。だから今身近のレストランとかもすごく流行ってますしね、まあいろいろなんですよ。この美容室とかもみんなね、その身近なところが地元回帰とかそういうのもなってて、でやっぱり近くに来て、そしてあと触れ合いですね、一番沖縄、挨拶から始まって、もう顔なじみになったり、どうしてますか、元気ですかとか、なんかね、いうような感じのこのね、ご近所さんの触れ合いみたいな感じ、これを入れていけば本当に、ヒューマンタッチなね、温かい関係っていうのがこれから
あのますます重要視されていくので、うん、だから僕はあのじゃあ何を注意してやっていくかっていうと、まあ、一番はそういう触れ合いの大事さをきちっとこれからもやっていくことと、あと品揃えですね。あの豆腐そのものが、まあ、美味しくていいものだっていうものは今もすごくいいんですけど、さらに、ますます研究してあのそこを追求していただきたい。でプラス、まあ、その中でも同じ豆腐でも何個かまあそういう要望に応じた種類とかもね準備されるのも引き続きやりながら、でもそのなんていうんですかね、こうちょっといいものをですね、これが食べたいっていうようなものをうまく提供すると、それはあのいろいろ季節によってとかね、あのイベントとかによってもいろいろ変わると思うんですけども、そうするとやっぱりピタッと合うニーズが、まあ、コンビニってものすごいいっぱい点数あるんですけども、多分移動販売の中で足りちゃうぐらいすごく今欲しいものとか、これがあったらいいなってものがあるはず。それで多分もしかしたら欲しいもののうちの 7,8 割カバーできちゃう可能性があるんですよ。それをぜひ追求していただいてですね、やっていただければますます本当に発展されると思います。はい、ありがとうございます。ありがたいことです。これからさらに、はい、これからさらに、ます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 です。みんなテンション上がるね。これからだね。そうですね、本当に最後の最後になりますけれども、はい、今日数多くの小野社長を率いる染めながファミリーの皆さんご覧になっていただいていると思います。ぜひ、現場で日々、精進をしてらっしゃる染めながファミリーの皆様に堀口会長からぜひ激励のお言葉をいただきたいと思います。はい、まあ健康というものをですね今真剣に考える時代になってます。でその中で染谷さんのこの最も健康的であるお豆腐、日本の伝統文化であるお豆腐、これを、一人でも多くの人に届けるということをぜひ本当に高い高い誇りを持ってやっていただきたいなと思います。そしてそれに付随する、まあ、日本の、まあ、美味しいもの、健康にいいもの、伝統的なもの、季節感のあるもの、そういうものを提供されていてですね、地域に溶け込み、本当に世の中の皆さんが、ああ染谷さんと一緒にいてよかったな、楽しいな、嬉しいなと思われることをぜひこれからも続けていっていただければなと思います。あのますます大発展されて将来は本当に明るいと思います。ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは改めまして、染谷の小野社長、そしてブロードキャピタルパートナーズ折口氏会長に皆様大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。